では始めていきますね。えっとですね、理算サイ化基礎論ですけども、あのですね、まずあの、お断りすることが2つぐらいありまして、1つは、まず教室が寒いってことなんですね。で、あの、一応な,なんか対策というか、あの、業務課に電話したんですけども、まあ、その現状はこれであるということです。で、まあ、いかんともしがたい。 けども、まあ、やっていくことになりますので、ちょっとそれをご,ご了承ください。で、あの、まあ、あの、休憩の時に換気はしないことにしようと思うので、その点はご了承いただくということにして進めていきます。で、もう一個の、えっと、ご了承事項は、来週、えっと、あるんですけど、授業はあるんですけどオンデマンドの形になります。で、あの、動画は準備しておいて、10時40分に公開されるように設定しておくんですけども、 これは、あの、まあ、YouTube で公開になるんですけども、いわゆるプレミアム公開、プレ,プレミア公開ってやつじゃなくて、まあ、プレミア公開にしてもいいんですけども、なんか面倒なんで、普通に公開しますので、まあ、10時40分になったら、見ていただきたい。けども、まあ、別にその時間に見る必要はなくって、ってことの、なんですが、まあ、一応、もう少し言うと、ですね、次回オンデマンドで、まあ、10時40分に動画公開しますけども、 えっと、コメントは18時までにしてくださいということにします。だからまあ、あの、その日のうちに見るってことを一応想定してます。ので、そういうつもりで。だからまあ、可能ならば10時40分から12時10分の間に見ていただくことにしていただいて、まあ、いつもの時間に見ていただければよろしいということになると。で、えっと、それで、あの、すぐに、ど、あの、コメント投稿していただければありがたいと。で、まあ、そうでなくても、まあ、あの、18時までにいただければ。 ありがたいということになります。というのが次回の話です。で、まあ1月9日は普通に授業が教室で行われることになるはずなので、まあそういうつもりでいてくださいということになります。で、まあちょっと復習からやっていくんですけども、前回 B 流という、あ、まず前回からその最長表流。 問題の話をしてまして、定義したと。なか,ったかというと、B というのが、そのまあ各頂点に対して、まあ、供給あるいは需要というものが与えられていると思っているということでしたで。この B の値が正だったら需要じゃなくて、供給。で、負だったら需要を表しているというふうに思うわけでした。で、えっと、B 流といったら何かっていうと、これは ST 流と、まあ、近いんだけども、一番の制約、えっと、養老制約ですね。養老制約を守っていて、なおかつ、その需要と供給が各頂点において、まあ、一致していると。 引きへんですね。各頂点に与えられた需要と供給が、そこにな流れ込んでくる、まあ、流量ですね。と、出ていく流量の、そのバランスに、ちゃんと、えっ、ー、と、等しくなっていると。出ていく量、マイナス入ってくる量。だから、だからこれだから、左辺は全体として出ていく量ですと。で、それが、BV が、生の場合は、それ、あの、V に対して供給。 されているわけなので、それがその外から入っている供給量と等しいと。B 流が負の場合は、それは出ていっている量だと思うということでした。で、これが B 流の定義。で、えっと、そこに、えっと、費用を考えましょうっていうのが、えっと、最小費用流問題で考えていることでした。つまり、その時には、個費用関数っていうものが与えられていて、その各個 A の上を流れている流量と、その A の費用 CA をかけたものを全部の、この上で足しましょうというのが、その F という B 流の費用でした。はい。 で、最小費用流問題というのは、この費用を一番小さくするような、えっと、B 流を求めましょうっていう問題でしたと。ですね。こういう形ですね。はい。で、まあ今日はこれ、あの、特アルゴリズムを一つ紹介しましょうってことになります。で、前回やったのは何だったかっていうと、最適性条件を一つご紹介するってことをやりました。で、そこでやっていたのは、まず、この最小費用流問題を線形計画問題として書いて、相通問題を書いて、相補正条件を 見つけて、書いて、で、その総合性条件が実はネットワークの言葉で書けますよって話をしたというのが前回の話でした。で、どういうことを考えていたかっていうと、補助ネットワークという最大流問題の時にも考えたものと似たものを最小費用流問題でも考えましょうということを言っていたと。で、何だったかというと、今左の図のようにまあ流れているとしましょうと。これ B 流です。で、あ、そうか、言ってませんでしたけども、この赤いのが入っているのは、これがその、あの、この各頂点、この V0 と V2 における供給を、 表していて、V3 から出ている1っていうのと V5 から出ている3っていうのは、これがその V3 と V5 における需要を表しているということででした。で、これ B、左側に書いたのこ,これ B 流なんですけども、その B 流が与えられたら、右のようになんか別のネットワーク作りましょうと言っていて、この右,右のようなネットワークのことを、フォトネットワークと言ってますと。で、どう作っていたかというと、書いてあるかな書いてましたね。えっと、こう A の上に、 fa っていう分文が流れていて、その子の容量が ua で費用が ca であるときには、えっと、どうするかっていうと、今 fa 流れてるんですけども、その向きにまだ流せるのであれば、順向きの子を補助ネットワークにはつけますと。で、まだ流せるってどういうことかっていうと、今 fa 流れていて ua-fa が、これ正だったらまだそんだけ分流せるわけです。で、その流せる分を容量として順向きの子につけます。で、その向きに流すと、 ca だけ費用がかかるので ca という費用をこの純向きの子にも付けますというのが純向きの子に対する容量と費用の設定です。で、逆向きは何だったかっていうと今 fa 流れていて fa が正だったら fa の分だけその流れをえっと逆向きに流してその流れを止めることができますということでした。で、そのどれだけ止められるのかっていうのが fa という容量になっていて 逆向きに流す。だから、その、慣れてないことにすると、費用が下がるので、その費用はマイナス CA として、この逆向きの国には書くということをしていたわけです。で、このようにして、まあ、補助ネットワークを作るということをしてました。で、この補助ネットワークを使って、最適性条件を書くということを全開しました。で、その時に考えていたのが、えっと、これで、これ、まあ、あの、これです。これは簡約費用上、最適性条件と呼ばれていた全開。 何を考えていたかというと、この F というのが今考えている問題の状況における最小費用 B 流であることが、えっと、次を満たすことと同値ですとで。何を満たすのかというと、ここに書いてあるような P という関数が存在することです。で P っていうのは何なのかというと、これは頂点に対して何か実数を割り当てるものなんですけども、まあ、そういうものをまあ総称して、ポテンシャルと呼んでいるというのを前回まあ導入しました。 で、まあ、その、ポテンシャルの中でも、次に書いてあるような条件を満たすものが存在するっていうのが、簡略費用最適性条件でしたとで。どういう条件だったかというと、今考えているこの F という、えっ、ー、と、B 流に、から作られる補助ネットワークの子 UV を持ってきます。で、その子 UV に対して、この補助ネットワークにおける費用を、マイナス U におけるポテンシャル、プラス V におけるポテンシャルが、皮膚である。 っていうふうに言ってるものでしたと。で、これは前回ちょっとどういう直感になったかってことはお伝えしたので、まあ、前回をもう一度、えっ、ー、と、見ていただくことが重要で、まあ復習していただきたいんですけど、まあこういう条件がありましたということになります。で、まあこれを使ってアルゴリズムを作っていきたいんですけども、これだけではちょっとアルゴリズム作りにくいというか、まあ実際作るんですけども、えっ、ー、と、今回は、 えっと、これじゃない別の最適性条件を導いて、それを見るとですね、自然とアルゴリズムが湧き上がってくるという、また、あの、ちょっと怖いことが起きるかもしれませんけども、まあそういうことが起きます。ただですね、この簡略費用最適性条件ですね、これを見てもですね、あんまりそのアルゴリズムが浮かび上がってくる気がしないんですよね。なぜかというと、今この考えている F というのが最小費用 B じゃないとします。ないとすると、この条件から言えるのは、どんな ポテンシャルを考えても、この条件を満たせま、満たしませんっていうことしか言えない。というじゃなければ、任意のポテンシャルに対して、なんて言えばいいでしょうね。だからな、なんだろこのこの,この、この、なんか、ポテンシャルを使ってですね、アルゴリズムを作るって、その難しいんですよね。第一感として、第一感って言わないですかね。何ですかね。はじめ、なんちょっと日本語がわかんないんですけどね。ちょっと 英語では言えるんですけど、日本語がわかんない。あとトファーストグラスなんですけど、その対応する日本語がわかんなくて、だから、なんていうんですかね、一別するとっていうふうに言わないと思うんですけど、日本語がわかんない。すいません。だから、えっ、ー、と、なんだろうだ。まあ、そうなんです。<laughs> この、<laughs> すいません。なんか、ちょっと日本語は不自由になって <laughs> えっと、簡約費用最適条件から、アルゴリズムを作るっていうのは、 自治会やるんですけども、まあその前に今回は別の最適性条件を使ってアルゴリズムを作るっていう話をしたいと思います。で、それは何かというと、これですね。えっと、不平路最適性条件というのが、えっと、今回お伝えしたい最適性条件で、それは実はこの簡約費用最適性条件を使って、まあそれと同値であるってことを導くという形でやります。で、まあそれを使ってアルゴリズムを 今からやりますっていう話になります。だから今回の内容は最適性条件として不平路最適性条件を導いて、そこから自然とこの不平路消去法というアルゴリズムが浮かび上がってくるので、それをご紹介するということになります。で、これは最大流問題に対して増加動法というものがあったんですけども、まあ、これ、それとほぼ同じというと全然違うんですけども、まあ、発想は似てますということになります。で、増加動法の時も、その補助ネットワークのな 中で最適性条件を見つけて、で、それこそこからそのアルゴリズムが自然と浮かび上がってくるっていうような形の説明をしたんですけども、まさにこの不軽の最適性条件っていうのが、補助ネットワークを使った最適性条件であって、しかもそれを見るとアルゴリズムが自然に浮かび上がってくるというような形をしているので、それを紹介するということになります。で、この性格と最適性条件という別の最適性条件もあるんですけども、これは次回の話になります。 で、簡約費用最適性条件を使ってアルゴリズムを作るっていう,のをうところ実際やるんですけども、それは次回の話になると思ってください。だから、だからその時までまた簡約費用最適性条件は、まあ大事に取っておくということになります。はい。ではですね、この、えっ、ー、と、不経路最適性条件というものが何なのかってことをご紹介していきます。はい。で、今これ、えっ、ー、と、状況ですね。今、左のような、えっ、ー、と、B 流があるとします。で、そこから右のような、えっ、ー、と、 補助ネットワークを先ほどのその構成法に従って作りましたと。で、今ですね、この左側の B 流の費用はこれ計算すると18になるはずなんですけども、まあ、あの例によって間違ってるかもしれませんので、まあ確認、確認をしていただきたいんですけども、まあこれ18だと思ってください。で、今ですね、この B 流は実は、えっと、最小費用 B 流ではありません。で、それはですね、先ほどの解約費用最適値条件を使うと、 で、それを確認しようとすると、先ほど言った通り最小費用ビルじゃないので、任意のポテンシャルを考えて、任意のポテンシャルに対して変な子が存在するってことを言わなくちゃいけないことになって、それはですね、確認が大変なんです。任意のポテンシャルを考えなくちゃいけないから。で、そういうことは、やっぱり、この、そういう意味で、この快な費用最適性条件を使ってアルゴリズムを作るとか、先ほどの、これ、これですね、今こう考えている B 流が最小費用ールじゃないってことを、 言う、あの、議論するのは難しいんですね。だけども、今からやるこの不平路最適性条件っていうのを使うと、そういう議論が簡単になります。で、これはですね、この補助ネットワークをじっと見るとわかる。まあ、あの、私は知ってるからわかるんだけども、えー、っと、わかります。で、どこに着目するかっていうと、ここです。今ですね、この V2、V4、V5 を順番に通るこの矢印に沿ったこれ平路があります。 平用というときには、同じ頂点は一度しか通らないと思ってください。で、ここはどういう平用になってるかっていうと、V2 から V4 に進むと、マイナス3という費用がかかる。かむ,むしろマイナス、えっと、3だけ得すると思ってください。で、V4 から V5 に行くと、えっと、うんする。 となります。で、えっと、V5 から V に進むと、マイナス3。まあ、得する。だから、えっと、マイナス3、プラス2、マイナス3っていうのを考えると、この、えっと、平路に沿って1単位だけもし流すとすると、その、その部分の費用っていうのは、マイナス4になります。マイナス4になります。で、何が重要かっていうと、今、この、こういうそのこ、こう、こうを使って、補、え、助、っと、ネットワークの上でこうを使ってヘイロ、平路があって、 今、その、平路におけるこの、両量は1、2、2なので、この平路に沿って、1単位だけ流せます。で、この平路に沿って流したっていう分をですね、この元のネットワークに、そのまま、えっと、この流す様子をそのまま移し返すことができます。で、そうすると、今、例えば、V2 とか V4 とか V5 っていう頂点を見ると、この、えっと、平路に沿って流すと、V2 には1単位入ってきて、1単位出ていくってことになるので、V2 においては、 えっと、この1、えっと、V5 から入ってきて、V4 に1出すっていうのを、じゃまずやりましょうね。えっと、だから、V5 から V2 に1流す、V2 から V4 に1流す、V4 から V5 に1流すってことを実際にやると、えっと、左側の、ここら辺の条件が変わったんですけども、もともとは、 こうは一1、1、2流れていたんだけども、この平路に沿って流すってことを、この元のネットワークにしてあげると、もともと1流れていたところが、この逆向きに流すことによって0に,に,になります。で、もともと V4 から V5 には1流れていたんだけども、それが1増えて2になります。えっと、もともとは V2 から V5 に1流、2流れていたんですけども、えっと、逆向きに流すことによって1になります。ということになります。で、そうすると、もともとの、 えっと、B 流では費用が18だったんだけども、この平路に沿って流して、マイナス4、費用を下げる、マイナス4下げるですね。マイナス4加えることによって、えっと、ここの今得られているものの費用が14になります。で、これで費用は下がるわけです。で、14なのは何なのかっていうと、これによってできた左側のものも B 流のままである。ってことです。なんでかっていうと、この、えっと、まず、 補助ネットワークにおける容量っていうのは元のネットワークあとどれだけ流せますかっていう量を書いているのでそれに沿って流しても容量制約は満たされたままになります。で、もう一つ重要なのは流量保存制約なんですけども今この、えっと、補助ネットワークにおいては平洋に沿って流しているのでどの頂点を見ても入ってくる量と出ていっている量は同じなわけです。だから今 V2 においては入ってくる量が1出ていく量が1。 なので、それを、えっと、左側に移しても、その V2 において入ってくる量と出てくる量のバランスは変わらないってことになります。だから、併用に沿って増やす、流量を増やす、あるいは減らすことによって、容量,量制約も、流量保存制約も満たされるので、左側の、えっと、赤いのが B 流であるという、えっと、条件は満たされたままになるということになります。で、これによって費用が下がったので、元々の、 B 流は最小費用 B 流ではなかったということになるわけです。いいですか別にからすると、このように、えっ、ー、と、補助ネットワークにおいて不平路、不平路ってってしまった。えっ、ー、と、費用の輪が不であるような経路があると、今考えている B 流が最小費用 B 流ではないということがわかるということが今言えたわけです。で、これをちょっと言葉で書くと、こんな感じになる。 今観察したこと。補助ネットワークがありまして、その経路 C で、その経路の上の子 A の補助ネットワークにおける費用を全部足したら負になりましたとしましょうと。で、そうしたら今のような操作ができますから、考えている B 流 F というのが考えているネットワークにおける最小費用 B 流ではないということになるということがわかりました。いいですか。今は例でやってますけども、これはまあ一般的に正しいってことは、今の議論を まあ、ちゃんと書けば分かるということになります。で、以後ですね、ここに書いてあるこの式ですね、その平路の上のこの容量、じゃあいや、費用を足したら負になる場合、そのような平路、えー、のことを今後負平路と呼ぶことにします。ネガティブサイクルと言ったりします。ちょっと英語書こうかな。ネガティブサイクルと言ったりします。で、えっ、ー、と、また、あ、別に言わせると、 えっと、補助ネットワークに不平路があれば考えている F という B 流は最小費用 B 流ではないということになります。で,ですかね。で、それの待遇を取るとどうなるかっていうと、待遇は矢印の右側をまず否定しますから、だから最小費用 B ではないではないなんで、最小費用 B 流である。です。最小費用 B 流であるならば、補助ネットワークは不平路を持たないということになります。いいですか。 これ上、今観察したことの、えっと、言い換え、待遇です。いいですかね。で、今、これは、ここまでは、もう分かった。証明したつもりになってる。ですけども、不平路最適性条件と言ってるのは、実は、この左から右に向かってる矢印が両向きで成り立ちますよ、ということです。それを書きます。で、これが不平路最適性条件です。 何かというと、F が最小費用ビールであるための必要十分条件は、補助ネットワークに不平路がないことであるということになります。今言った通り、B、最小費用ビールならば、不平路を持たないという、左から右は、まあ、今の例で説明したことで、まあ、が、まあ、日本語で書けるぐらいの情報は提供したつもりになっている。ので、まあ、それを書いてあげれば、証明になると。 で、むしろ、この右から左ですね。不平路を持たないんだったら、実は最小費用ビールですよっていう方が、まあもう少し難しくって、そこをちゃんとやるんですけども、ここで、簡約費用最適性条件を使います。だからそのか、簡約費用最適性条件の条件、その中、ポテンシャル、ある、あの、条件を満たすポテンシャルが存在するってことと、不平路を持たないってことが実は同値なんだってことを今から言ってきます。で、時間はまだ全然ありますね。で、えー、っと、 雰囲気なんですけども、れまず証明ですね。あ、だから、えっと、今から証明したのは何,何なのかっていうと、えっと、下から上なんで、この不平炉をと仮定します。仮定します。でそうすると、こうこう下に書いてあるのが、簡約費用最適性条件ですけども、えっと、何なのかっていうと、言いたいことは、最小費用 B、F は最小費用 B であるってことを言いたいので、この下に書いてあるですね、このポテンシャル、 で、この条件を満たすものが存在するってことを言えばよろしいってことになります。で、それが言えれば、簡約費用最適性条件から考えている IF は最小費用 BU であるってことは言えるってことになります。だから実際にやるのは、不経路を持たないっていう条件、仮定から、この、あの、条件ですね。条件しか言っないこの性質を満たすポテンシャルを実際に作るっていう手続きを今から示します。 で、これがですね、味わい深いとかって、なんか毎回味わい深いとかって言ってるかもしれませんけども、まあ味わい深いんです。で、味わい深いのでそれを味わうんですけども、えっと、正面のアイデアです。今ですね、これ左側が、まあ状況、ある状況です。で、これ多分最小費用 B 流を多分書いてるつもりなんですけども、まあそれ置いといて、今、あの、こういう左側の状況において、その左側の状況、今 B 流が与えられてるんですけども、そこから作った、えっと、補助ネットワークに、の、 書いているんですけども、この各個には、その補助ネットワークの費用しか書いてないという形になってます。えっ、ー、と、今、容量をちょっと無視してます。容量書いてません。なんでかっていうと、最適、えっ、ー、と、簡約費用最適性条件を考えるときには、えっ、ー、と、費用しか関係しないから、です。で、何をするかというと、今ですね、この、今、左の、えー、右の状況あるんですけども、ここからですね、右の状況にちょっと付け加えます。 で、何を付け加えたかっていうと、今 S という新しい頂点を付け加えて、すべての頂点に向かっていくように項を付けてるんですけども、で、その項の上のに費用ゼロっていうのを付けてます。それをすべての頂点に対して付けてます。えそのようにして、このなんか新しいグラフというかネットワークを今右側に作りました。で、何をするかというと、今ですね、この S から各頂点に向かって最短経路を考えます。で、 その最短経路の長さを今ここ張って書いてます。で、ここで困ったことが起きるんですけども、いろいろと困ったことがあるんだけども、いろいろ順番に言います。一つ目、えっと、何が最短経路で言ってたかっていうと、この各個の長さをこの費用だと思って最短経路を作っています。で、今費用は負の場合もあるわけです。で、負の長さとかなんだってことになって、これが味わい深いんですね。もう味わい深いと,んと言ったてないです。 味代深いんです。もう、雲の長さって何ですかっていうことを考え出すと、もう夜も眠れなくなってしまって、私もちょっと寝不眠なんですけども、それ置いといて。えー、っと、それで、えー、っと、何をもって最短経路と呼ぶかというと、例えば S から、えー、V4 に向かっていく経路といったら、それは S を始点、V4 を終点とする道だと思ってください。道というのは、同じ頂点を二度繰り返せさないような、なんか頂点を順番に並べたもの、個に沿って。 です。同じ頂点を繰り返したらいけません。これはまず重要です。で、そうすると、S から V4 に行こうと思ったら、いろんなパターンがあり得て、S からこの V4 にあの直接行ってる子を使って、えっと、一つの経路と見なすことはできます。で、その、えっと、長さは0です。S から V4 に直接行こうとしたら、その長さは0になります。一方で、他にも経路はあり得て、例えば、V1 を経由して、S、V1、V4 と行くということができます。 そうすると、その経路の長さは0プラス1で1になります。で、他にも経路はあって、S から、例えばですね、ちょっとこれはわかんないんですけど、ちょっと勘、えーえー、でやると、えー、と S から V2 に行って、V5 に行って、V4 に行って、これできます。でそうすると、その経路の長さは、えー、と0たす3たすマイナス2になります。で、その時はその,その長さは1になります。ですか。 だけども、これ、今これマイナス2って書いてあるんで、V4 には、なんかある経路が存在して、その長さがマイナス2になるものがあるはずなんですね。で、それが今パッと見つからないのは困ってるんですけども、えっと、あるはずなんですね。で、どこにあるでしょうっていう、えー、っと、問題がわかんなくて。これ、次のページあるかなないですね。えー、っと、どこにあるのかなと言われると、これ探さなくちゃいけないんですけど、どこでしょうね。 これですね。えっと、V5 から V4 に行くって、これでしょ、これ、多分ね。で、そうすると、えっと、v、S から V5 に行くところの、えっと、長さが0で、V5 から V4 に行くところの長さがマイナス2。なので、えっと、V4 まで、今の経路の長さはマイナス2になるという形になってます。ということになります。で、私の見立てが確かならば、これは、あの、私、あの、これ目のこれ計算してるんで、これ間違ってるかもしれませんけども、えっと、ほ他の経路はマイナス2よりも小さな、 えっと、長さを持ってなくて、V4 までの、えっと、最短路の長さっいうのはマイナスになるという形になります。で、そういう数値が、ま、すべての頂点になんか割り振られているとことになります。はい。で、何をするかっていうと、今、そういうふうに、今、この右側のようなネットワークを作って、その S から最短路を、長さを、ま、持ってきたんですけども、えっと、何をしたかったかっていうと、ポテンシャルを作りたかったっていうふうに言ってました。で、ポテンシャルとしてはどうするか。 いうと今ここに現れてきたを考えますで、今、それを左に書きました。各頂点に、今、これ長、距離はマイナス4、マイナス3、マイナス3だったんですけどポテンシャルとして4、3、3っていうのを持ってくるというふうにします。で、このように持ってくると、この元々のところに、経路がなければ、このようにして作ったポテンシャルが、簡約費用最適性条件に書かれている条件を満たすようなものになります。 ってことを今から言ってきます。これはですね、いろいろと不思議なことはあって、なんかまあ不思議なことはあるから今から証明するんですけども、これをやっていくということになります。で、今は言ったのは何なのかというと、あだからじ実際は、えっと、これ、えっと、これ G と見ると、不平路ないはずなんですけども、で、不平炉ないので、このように作ったポテンシャルが実は最適、簡約費用最適性条件の条件に満たしているということになります。で、書いてありますね。で、実際に、 今、この作ったポテンシャルを使って簡約費用を書きましたっていうのがこの右下の図です。で、その簡約費用って何だったかっていうと、えっと、書くですね。その、えっと、補助ネットワークの子に対して、その子の、えっと、費用を、をマイナス視点のポテンシャル、プラス終点のポテンシャルっていうのを書くんでしたと。 で、それ、書いたのがこれになっていて、これどれもゼロ以上だから、確かに簡約費用最適条件を満たしてますという形になっていると。まあ、これも、まあ、あの、私がこれ手で計算したので、皆さんも実際に確かめていただきたいんです。もう、まあ、た正しいと思ってますということになります。で、だから証明したいことは何なのかっていうと、この、補助ネットワークが不平路を持っていなかったら、このようにして作ったポテンシャル、このようにっていうのは、 距離を持ってきて、その符号を反転させたものっていうのが、反逆費用最適性条件に書かれているようなポテンシャルになりますよってことを言ってきます。というのが証明でやることです。で、そのために、えっと、今から言う古代を使います。で、これが重要な役割を果たします。で、これは一般的に有効グラフに対して成り立つものなので、一般的に、あの、今のコ助ネットワークの、えっと、における、えっと、 話ではなくてもっと一般的な設定で書いてます。有効グラフがあって、まあ、頂点集合が V で、個集合が A ですと。で、一個頂点 S というのがあって、えっ、ー、と、各個には、なんか値を割り当てる、各個に値を割り当てる関数 L っていうのがあるとします。で、この L における値は、不でも良いって形になっているというふうにします。で、これが先ほどの補助ネットワークにおける費用。だから、まあ、あの、各個の長さを表せると思ってくださいということになります。 で、まあ、UV という子があるとします。UV は子ですね。UV という子があるとします。で、ここに書かれている性質が成り立ちますということを言います。今、この G が L に関する不平路を持たない。だからその G の平路で、その L に関して、えっと、長さの和を取ると、その長さが不にならない。不平路を持たないとします。でその時に、 dv と言ったら、この L をこの長さとする最短 sv 度の長さ。で、du としたら、L をこの長さとするような最短 su 度の長さとします。で、この時に、ここに書かれている不等式は必ず成立しますと言ってるのが、考えたい性質で、これ今後、個体として使っていくものになります。で、どういうものかっていうと、dv っていうのは、まあ、S から v に向かっていく、その道の中で一番、 短いもの。だからその最短路長です。で、du っていうのは s から u に向かっていく最短路長ですと言っていて、えっと、その du プラス luv っていうのを考えると、それは dv 以上になりますよと言ってます。で、今 uv は子だというふうに仮定してます。ですか。で、まあ状況はこの下のような図のような形になっていて、何かっていうと、今 v に向かっていく経路を考えましょうと。 で、その中で一番短いのが SV ってどうって、これ今青い、青く書いたものだとしましょうと。だけども、これ以外にも経路はあり得て、それは例えば、えっと、V に行くのに、まず、まず U に行きましょうと。U まで、えっと、最短経路で行きましょうと。で、U と V はここで結ばれてますから、その子に沿って UV に行きましょうと。あ、V に行きましょうとすると。で、そうすると、その時の長さの和っていうのは、S から U に行く経路の長さ。 du プラス u と v を結ぶこの長さ luv ですねということになります。で、今、この青い方ですね。これは最短経路だったんだから dv っていうその最短経路の長さは du プラス luv 以下ですよねっていうものが成り立つという性質です。で、それはこの図を見てるともうどう考えても成り立ちそうだなっていう気がするわけです。でも気をつけなくゃいけないのは何なのかっていうと、この l っていうのは負かもしれないわけです。 だから、この UV にこうやって進んだときに実は、変なことが起きる可能性があるわけです。だけども、そこでこの不平炉を持たないっていう条件が生きてきて、なんたらかんたらが起きるっていうことを今から証明していきます。なんたらかんたらが起きるっていうのは変なんだけども。で、実際に何が、どういうことがあるかっていうと、実は不平炉を持つと、この不等式が成り立たない場合があります、まず。 で、それをまず観察することで、この不等式がいかに自明ではないかってことをまず感じてほしいってことをまずやります。で、それが次のページです。えっ、ー、と、これはコードネットワークの状況に書いてますけども、コードネットワークに不平路があるとどうなるか。今、ここ、これ先ほどあの、コードネットワークに不平路がある状況の話を書いていて、ここに2、マイナス3、マイナス3っていう、その、平路の長さがマイナス二マイナス4になるような、えっ、ー、と、平路があります。 長さがマイナス4になるような平路があります。から、これ、えっ、ー、と、状況としては不平路がある状況です。で、その状況で、先ほどと同じように S っていう頂点に付け加えて、距離を作りました。これもちょっと目の子でやってるんで、手動でやってるので間違ってるかもしれませんけども、こうなってます。で、で問題はですね、どこに置いてほしいと。今ちょっと、V に、ちょっと見えませんけども、あ、消したいんですね、今ね。 えっと、この辺りを見てほしい。ここですね。ここの辺り見てほしい。で、そうするとどうなってるかっていうと、えっと、こっちに V1 っていう頂点があって、こっちに V2 という頂点があって、距離はマイナス8、マイナス3になってます。で、えっと、この子の長さが2になってます。何を言ってるかっていうと、V2 に直接行く最短経路の長さはマイナス3なんだけども、V1 を経由していこうとすると、マイナス8、プラス2で、マイナス6になります。 で、ここが起きうるんですね。で、何で起きるかというと、経路は同じ頂点を2度通っちゃいけないからです。だから実はこのマイナス8っていうものを、えっ、ー、と、達成する S から V1 に向かっていく経路が V2 を通ってるんです。どういうことかこんな感じになってる。今、V1 に向かっていく最短経路は S から V5 に行って V2 に行って、で、こんな感じになってます。 で、何が巧妙かっていうと、これ,これに沿って V2 まで行くときには0-3で、V2 までの距離は -3 です。だけども、V2 からこの V1 に行くところで、長さがどん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 減ってってるんです。マイナス3、マイナス1、マイナス2。ま、あこう1ですけども。って感じで、どんどん減って V1 に到達してます。で、V1 から V2 に、この長さ2の、こう、使っていいんだったら、V2 までに、その、えっと、 マイナス6って長さを持って到達するんだけども、そうすると V2 を2回通ってしまうので、それは経路として許されないんです。だから V2 までの距離はマイナス3になっていて、変なことが起きている。先ほどの不等式に成り立たないって形になってます。さあ、困りましたね、ということなんですね。で、これはまあ不経路があるから起きてしまうことで、実際は不経路がなければこう,うこ,こういうこと起きませんってことを今から証明していきます。気分はどうでしょう気分どうでしょちど、ねえっち、と、どっちどっちどっちどっうどうちどっ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 ち で、えっ、ー、と、これは証明をしていって大丈夫かなちょっと今時間の配分がわかるんですけど、一応証明していきます。で、証明とか言いながら、ここから割と、あの、証明とか言いながら、ちょっと議論はインフォーマルになって、まあ図で証明するという形になります。で、3つぐらいバイ分けをします。で、1つ目。今ですね。選びたい。えっと、この L、L を誇張とする、えっ、ー、と、最短 SU 動。 だから、えっと、S から U に向かっていくこの最短経路があるんですけども、これがまず V を通らない場合を考えます。で、こ、で、この時は割と簡単で、なんでかっていうと、今、もう、えっと、U に向かっていく経路が V 通らないんで、えっと、V に向かっていく方法として、S からまず U に行って V に行くっていう経路があります。で、その長さは DU プラス LUV です。で、それと、あ、で、それと、えっと、V に行く最短経路の長さを考えれば、 えっと dv は du プラス luv 以下ですねってことがこの場合は素直に言えます。だからこの場合はその先ほどの初めの図で直感を表している図とまあ同じ状況が起きているということになっているわけです。で、これこれは簡単な場合。で、簡単じゃない場合はこの s から u に向かっていくその最短経路が v を通ってしまう場合です。 で、こんな感じになっていると。で、この場合に二つまた場合だけがあって、一つは、えっと、S から V に向かってる最短経路は U を通らない場合です。で、状況はこんな感じになっていると。だから、S から V に向かってる最短経路があ,あるんだけども、えっと、その、S から U に向かってる最短経路は V を通っているので、その S から U に、 向かってる最短経路のブリュの最短経路になってます。それはそれが U を通っていないから。で、そうすると今この青い部分っていうのが S からブリュの最短経路で、青プラス赤が S から U の最短経路になってます。で、何が起こるかっていうと、この不等式が成り立たないと仮定すると、ここの部分が実は不経路になります。ということで、この不経路を持たないって仮定に矛盾するってことになります。で、実際本当かということを確認するんですけども。 今、この青い部分の長さを1と書いて、赤い部分の長さを3と書いて、黒い部分の長さ。これは LUV ですね。これを2とかことにしましょうと。で、今、こうすると、今、えっと、成り立たないと仮定してることがありまして、そこから何がいられるかっていうと、LV は何で、あ、じゃ DV は何でしょうっていうと、これは S, S から V への長さなんで、この一の長さ,長さになります。で、えっと、DU プラス LUV は何でしょうっていうと、DU は、 青いプラ、部分プラス赤い部分なので1プラス3になります。で、黒い部分の長さは LUV でこれは2になります。だから、これを成り立たない、この不等式成り立たないと仮定すると1は1プラス3プラス2よりも大きいということになります。で、これ1キャンセルするのでそうすると3たす2は、3足す2って言っちゃいましたね。3の部分の長さプラス2の部分の長さは0未満ってことになります。 で、3の部分と2の部分、これ、平路を作ってますから、この部分の長さが負になっていて、確かにここは不平路ですね、ということになる、ということになります。いいですか。で、これは、えー、っと、赤い部分が V を通って、赤い部分、これですね。えー、っと、S から U への最短経路が V を通って、S から V への最短経路が U を通らない場合です。 で、残ってるのは、両方とも通る場合ですね。えっと、S から U への最短経路が V を通って、S から V への最短経路が U を通るときです。で、図はこんな感じです。なんかこれもなんかイメージでやっていてあんまりロスしくないんですけども、まあ、こういう状況です。で、青いのが S から V への最短経路で、赤いのが S から U への最短経路と。でこういう形になっていると。で、そうすると、これ何が起こるかっていうと、実は、 ここですね。この、えっ、ー、と、式が成り立たないのを仮定すると、この部分ですね。この部分が不平路になります。ってことを実際にみ見ていきましょう。わかりますかねこの部分ってどこなのかってことなんですけども、今ちょっと,ちょっとまた先ほどと同じように、えっ、ー、と、番号を振ってるんですけども、えっ、ー、と、S からこの赤いのにさ、えっ、ー、と、赤いのは S から U への対談経路ですで。それが V を通っていると。で、そ,その、 V までの部分の長さが、まあ、えっ、ー、と、括弧1で、V から U の部分が括弧3だとします。で、青い方は S から V への最短経路です。で、それが U を通ってる。で、その U までの部分が括弧4で、U から V の部分が括弧5だとします。というふうにします。で、U から V へのこの長さが2であると。括弧2であるというふうにします。で、この時に、まず何が入れるかっていうと、えっ、ー、と、成り立たないと仮定している式ですね。これを見ると、まず DV っていうのは、 青だから、えっと、4プラス5です。4プラス5です。で、du っていうのは赤い経路の長さなので1、1プラス3です。で、luv, u と v の間の長さ。これしか、えっと、黒です。2です。って形になります。で、これ、それによって一番下の式が得られるってこと、形になります。で、上の二つの式は何なのかっていうと、えっと、えっと、s から v に、 至る最短経路の長さは何でしょうっていうと、それは青いものでした。4たす5でした。四たすです。で、1っていうのがあるんだけどこれも S から V へ向かっている経路なわけです。で、えっと、青い方は最短経路だ,だったわけなんだから、1という経路は4たす5っていう最短経路の長さ以上になります。ということになります。いいですか。で、次に、えっと、 U から V に向かっていくこの経路があって、それはこの2っていう黒いのと5っていう青い経路があります。今ですね、S から V に向かっている最短経路は4プラス5。なわけですけども、えっと、そのえっと、4プラス2っていうのも、えっと、S から V に向かっていく経路になっているわけです。で、青い方が短いって言ってるんだから、2は5以上と。 いう不等式が得られるわけです。いいですかで、今この3つの式が得られました。で、これを全部足します。足します。で、そうすると、いろんなものが消えます。で、えっと、1が消えます。えっと、2も消えます。で、5も消えます。4も消えます。で、そうすると、0が3プラス5。 よりも大きいという形になります。で、3プラス5って言ってるのは先ほど言っていた、ここの部分ですね。この部分の、この3と5の部分の長さの5なので、そこにアフヘールがありましたということになって、終わりになるということになります。これはちょっとここに。 小さな文字の注があるんですけども、これ注意があって、今、この3と5の部分があたかも平路であるかのように書いてますけども、この3の赤い部分と5の青い部分が共通の頂点を持つ場合があります。でそうすると、この3と5の部分は平路ではなくなるんだけども、その場合でも実は、この3と5の部分を 含む、違うな。3等分の部分に含まれる不平路があるっていうことが言えるので、まあ実は大丈夫なんですけども、まあそれはちょっとちゃんとやんないと本来はいけないことになりますが、まあ結論は正しい <laughs> ということになります。で、今なんかこれ図で証明していてあんまりよろしくないんですけども、まあこれはまあ雰囲気だけお伝えしていると思ってくださいということになります。ちゃんとやろうとすると、この道とかですね、平路をこれちゃんと書こうとするとこれ大変で、 ま、一度なんか、エドモンズカープのアルゴリズムの正当性を証明するときに大変なことをやったので、もうそれをやりたくないという気持ちになって、まあ、こんな形の、あの、お気持ち証明になってしまったと思ってください。ちゃんと書こうと思えばちゃんとできます。で、まあ、この不等式は成り立つんだというふうに思ってくださいということになります。で、今からやるのは、この、まあ、この性質は、古代として使って、先ほどの言っていた、えっと、不平路最適性条件の 証明ですね。片方からもう片方、えっと、下から上っていう方の証明をこの後でしていきます。じゃあ、それは休憩の後にしようと思いますので、休憩3分間今から入れようと思います。はい。じゃあ、えっと、休憩にします。で、休憩中、えっと、えっと、今日は換気しないことにします。 では、えっ、ー、と、再開していきます。それでですね、今、この古代証明したつもりになった、まあ、証明している気になったかどうかわかりませんけど、まあ、これ使っていきますと。で、まあ、えっ、ー、と、何をしたかったかっていうと、まあ、コジョネットワークに不平路がないと仮定したときに、簡約費用最適性条件に書か,かれているようなポテンシャルが存在するということを言いたかったということです。でどうするかというと、まあ、先ほどの、その、 えっと、証明アイディアに従っていくるんですけども、まあ、このようなネットワークを作りますと。で、どういうふうに作るかっていうと、えっと、まず S を追加しましょうと、新たな頂点を追加しますと。で、S からすべての頂点に向かって個を追加すると。いうことをします。で、まあ、これで、なんか新しい、しいグラフができたんだけども、その各個に対して、その個の長さを与えるような関数を作るんですけども、どういうふうに作るかっていうと、元々の補助ネットワークに存在している子に対しては、 その補助ネットワークの費用をその個の長さとします。で、新しく追加した S から出ている子については、その長さはゼロとします。というふうにします。で、このようなネットワークを作って、このネットワークにおける S からの最短距離を考えましょうということを言います。で、一つ注意しなくちゃいけないのは、S から各頂点に出ていっている個の長さはこれ全部ゼロなので、最短距離を考えたら、最短距離変ですね。 最短の,の長さを考えたら、それは必ず0以下になります。だから長さが負とかっていうのがもう本当に許せないかもしれませんけども、まあそういう状況を考えていると思ってください。はい。で、それをやりましょうと。で、DV と書いたら、それは L をこの長さとする最短 SV 度の長さとしますということになります。で、ポテンシャルとして、その V という頂点のポテンシャル PV は DV の符号を変えたものだとしますと。 今、この下の状況では、各頂点に対するその長さっていうのが、非正、ゼロ以下のものとして出てきてるんだけども、その符号を反転させたものを、ポテンシャルとしましょう、ということにします。で、今から確認したいこと、これですね。これがその、何だったかというと、反薬費用最適性条件に書かれている条件です。何だったかというと、これですね。えっと、補助ネットワークにおける各個 UV に対して、 その補助ネットワークの費用マイナス PU プラス PV が0以上になるということでしたということです。ですね。で、今、これは実は次のものと同値です。何なのかっていうと、今 UV っていうのは、えっと、補助ネットワークの個ですから、えっと、その補助ネットワークの個の長さ LUV っていうのは、その補助ネットワークにおける UV の費用と同じであるというふうに設定しました。 で、pu とか pv っていうのは上に書いてあるように距離の符号を反転させたものというふうにしたわけです。だから、マイナス pu はプラス dv であって、プラス pv はマイナス dv で等しいということになります。だから、証明したいことは、各個 uv に対してこの不等式が成り立つことということになるわけです。で、この不等式を g と見ると、これ先ほどの補題と全く同じなんです。どういうことかっていうと、これ書き換えると、書き換えたいですね。これ、これ書き換えると、これは dv が えっと、du プラス luv 以下っていう、こういう式になってます。で、これ先ほどの古代の式と全く同じになってるわけです。で、これが成り立つのはいつだったかっていうと、不経路が存在しない場合です。で、それこれ仮定してるんです。だから、この仮定から欲しかった、この確認事項というところに書いてある不等式が得られますよ、ということになります。で、それが最後のページです。これですね。今、補助ネットワークが不経路を持たないので、古代からこの式が成り立って、この式で。 これですね。選びたい。これ。の式が成り立って、ここから欲しかった式が出てきます。ということで、証明が終わる。ということになります。いいですかということで、まあ、うまくいったということになるわけです。で、ここにおいて、その不平路を持たないっていう条件がちゃんと生きていると。で、先ほどの例にもあったように、不平路を持つ場合には、この式が成り立たない場合があるので、まあ、この不平路を持つってことがあ、持たないってことが非常に本質的であるということもわかるということになります。よろしいでしょうか ということで不、不平養性、不平養最適性条件をもう一回書くとこうなると。F が最小費用ビールであっても必要十分条件は補助ネットワークに不平路がないということですとで。そうすると、ここからもうアルゴリズムがまた浮かび上がってくる。怖いですねって話になるわけです。何かっていうと、最小費用ビールじゃなかったら必ず不平路があるわけです。 だから、最小費用ビジュなかったら、不平路があって、先ほどの例のところでやったように、不平路に沿って、なんか流すと、費用がもっと小さい、えっと、ビービュが見つかります。ってことを繰り返していきましょう、ということになります。で、そうすると、いつか不平路を持たない補助ネットワークが得られることを期待しましょう。 で、その時には、この不平路最適性条件から、今、その不平路を持たない補助ネットワークを生み出している F というのが、最小費用 B ルであると,いうことは言えます。ということになります。えっと、ネットワークにあり,ありませんから、そこから先ほどのような形で、最短経路の長,長さを持ってくると、そこからポテンシャルが決まって、簡略費用最適性条件にあるような状況が生まれているということもわかるということになるわけです。 なるほどということですね。で、それを実際アルゴリズムとして書いてあげましょうっていうのが今からやる不平路消去法の内容です。でだから、やることはもう決まっている。何かというと、この不平路最適条件を使って、今言ったようなアルゴリズムを作るんですけども、その名前が不平路消去法です。サイクルキャンセリングアルゴリズムと言ったりします。まあ、英語には、不平路の不っていう、 気分はあんまり書かれてない,ないんですけども、まあ、日本語ではなぜか、まあ、不平炉消去法と呼ぶことが多いです。まあ、英語ではサイクルキャンセリングと言ったりします。はい。で、やることは、今言った通りのことをやります。で、例を使って動きを説明していきます。で、まず、まあ、このような状況の入力が与えられたとします。で、まずやんなくてはいけないこと。そもそも、このネットワークの b ーを一つ見つける必要があります。で、それは、前回やった通り、えー、っと、なんか最大流問題として、 それを、その問題を書くことができて、最大流問題を解くアルゴリズムを動かせば、一つ B 流が見つかります。それをやってください。で、まずそれはやる必要がある。まず B 流を見つけてください。で、今、なんか適当な B 流これ見つかったんですけども、この費用はこれ計算すると20のはずです。これまたこれ、あの、目のこでやってるんで、目のこってあまり言っちゃいけませんかね。えっ、ー、と、手動でやってるので、えっ、ー、と、間違ってるかもしませんども、多分正しいです。で、やること。 何かっていうと、今からその不平路消去法を動かしていきます。で、何をするかって、まず、まず、補助ネットワークを作ります。この状況、今 F が与えられてますから、それに従って補助ネットワークを作ると。で、こんな感じになると。で、やるのは、補助ネットワークにおいて不平路ありますかと。その平路に沿って費用を足すと、負になる部分ありますかってことを見つけるわけです。で、この場合は、G と長い目とある。で、実はこれたくさんある。<laughs> けども、一つ見つけます。これを見つけると。でそうすると、ここは、えっ、ー、と、V0 から順番に進んで、 費用を見ると、1、1、マイナス1、マイナス2なので、これは、えっ、ー、と、平路の、えっ、ー、と、費用は全部で、マイナス1になってます。だから、これ、不平路です。で、不平路があったら、これに沿って、流せるだけ流します。流せるだけって言ったら何なのかっていうと、今、この平路における、えっ、ー、と、容量を見ると、順番に1、3、1、2なので、その最小値である1だけは、この平路に沿って流せます、ということになるので、この平路に沿って1だけ流します。 ってことをまず宣言する。これ宣言しました。で、これだけ流すってことを実際に左側に移し返すと、この1012の部分が変わるということになります。で、どう変わるかっていうと、2101に変わります。今、ここの部分のこれは逆向きですから、もともと1流れていた部分は0になるということになります。ですね。で、費用は、えっと、右側の不平路の費用が、 マイナス1だったので、費用が20から1減って19になるということになります。で、これで費用が減りましたということになります。で、これ繰り返す。今、左側にあるのは B 流ですから、同じように、えっと、補助ネットで作ります。作りました。で、さあ、で、ここに受け入れはありますかってことを、こ、ま、れじっと見て考える。と、ある。これなります。これも、これたくさんあるんですけどもた、仮にちょっとこれを見ましょうと。 で、これは、V1 からスタートすると、2、マイナス3、マイナス1っていう費用を持ってるので、えっと、この費用の場合はマイナス2になります。で、流せたり流すんですけども、えっと、容量は3、1、1なので、1だけ流せることになって、1流しましょうと。で、1流すのを右、えっと、左側に移し返すと、ここが2になって、ここ0になって、ここが0になる。この形になります。ですね。こういう形になると。 そうすると、えっ、ー、と、この、不平路の費用がマイナスになったので、費用も2減って17になるということになります。いいですかで、これ繰り返す。今、左側のような B 流が得られてますので、その B 流からまた補助ネットーを作ります。作りますと。で、さあ、また不平路ありますかってことをじーっと見て探すってことですね。うん、あるかな。ありますね。ありましたね。ここにありましたと。 これは多分ね、これしかない気がするんですけど、また嘘という可能性があるんで、あ、も、あ、他にもありますね。他にもあるんだけども、まあ、これを見つけましたと。ということになります。で、これは費用が V1 からスタートすると、1、2、マイナス3、マイナス2なので、これは費用がマイナス2になってます。ですね。はい。マイナス2になってます。で、えっ、ー、と、流せるだけ流すんですけども、えっ、ー、と、容量,量は3、3、3、2なので、2だけ流せます。 これお得な費用ですね。<laughs> えっと、だから、えー、っと、2だけ流せて、しかも、えー、っと、費用が1単位流すと2減るので、これは、えー、っと、二単位流してますから、4減ります。で、この今流した部分をここに持ってくると、こう変わると。4減って費用13円、なまあ、嬉しいかどうかはちょっと置いといて。で、じゃあ今、新しいこの B 流が得られましたので、それに対して補助ネタを作ります。 で、これで、ここに不平路ありますかってことになるわけですね。で、おそらくないんですね。ない。で、本当にないんですかってことになりますよね。これがややこしいですよね。平路なんてこうことがたくさんあるんですね。平路はたくさんあるんで、なんか全ての平路を見て、本当に不平路ないってかどうかってことは確実に難しい。しかしですね、我々は、 えっと、不平路最適性条件以外の最適性条件を知っていて、簡約最適性、簡略費用最適性条件,条件も知ってるわけです。だから、ここに不平路ななかったら、うまいポテンシャルあるはずなんです。うまいポテンシャルじゃあ見つけてあげれば、本当に不平路ないことが言えます。じゃあ、ポテンシャル見つけましょうと。で、それを導出した。これは、えっと、先ほどのように距離から、えっと、持ってきたポテンシャルです。 うんだったかっていうと、ここに S っていうのをつけて、なんか、あの、費用がゼロの、こをつけて、えっと、この費用を長さだと思って、最短経路の長さを求めて、その符号を変えたら、433220になるはずです。で、これは良いポテンシャルになってるはずで、つまりその簡約費用っていうのを計算すると、この形になって、どこを見ても全部、皮膚になってるということになって、おめでとうございますと。 だからその管約費用の非膚性を確認することで確かに元々今考えているところにおいては皮膚経あるは不平路がありませんってことがまあ保証できるわけです。だから不平路ありませんっていうのはなんかすべての経路を見て確かに不じゃないなとかってことを確認する必要がありそうなんだけども実はその確認法もこのポテンシャルを使ってできるということになってまあ嬉しいようなたくさんあるわけです。まあ、いずれにせよこれによってこの左側に書かれている B 流が最小費用 B 流であることが分かったということになります。で、今日アルゴリズム書いてみると。えっと、初期化としてはまずその B 流を、まず一つ見つけなくちゃいけません。これは、実はちょっとこの不平和消去法における、えっと、嫌な部分であって、この B 流を見つけるっていうのはそんなに自明ではないわけです。だからその最大流問題を解かなくちゃいけない。我々の今持っている知識においては。だから、これはまあ頑張ってやるわけです。で、 反復ですね。このネットワークに不平路がある限り、その不平路に沿って流せるだけ流して F を更新しますってことをやります。で、不平路がなくなったらおしまい。F を出力すればよろしいということになります。で、えっ、ー、と、まあ、これが不平路消去法です。こんだけ。だから、口で言うのは簡単。<laughs> えっと、実装上いろんな問題がありますけど、それはちょっと、あの、後で言います。で、まあ、今分かったことは何なのかっていうと、不平路消去法、これは停止するときには、 不平路がないわけなので、不平路最適性条件から得られた出力っていうのが最小費用ビールであるということが保証されます。ですかね。で、だからこれは不平路最適性条件から自然にこのアルゴリズム得られてますから、まあ分かるってことになります。で、問題はですね、停止するのかどうかって話になるわけです。で、これが、またややこしくって、あんまり時間を割きたくないんだけども、なんか、こんなに時間が余ってしまっていいんでしょうかってことになるかもしれない。 じゃちょっと、あの、じゃここはちょっとじゃあ,あの、あの、無駄話をしたから10分ぐらい話します。<laughs> えっと、えっと、不平路の選択の仕方にいろいろと任意性があるわけです。で、任意性が重要ですよって話は最大流問題の時にもしたわけです。で、どんな不平路を選んでもいいですよっていうことをやってると、増加道法、最大流問題の増加道法の時と同じように停止しない場合があります。 そもそも停止しないし、なんか収束先が荒るところに行ってしまうということもあります。で、これは最大流問題における増加動向の話と全く同じような議論ができることになります。で、困っちゃうわけです。で、困るんだけども、経路の選択に工夫を入れるとこれは止まるようになります。で、これがややこしい話で、こんなに時間余るんだったら準備しとけばよかったと思ったんですけども、えっ、ー、と、最小平均、平用消去法っていう巧妙な方法があります。 あ、そうだもっと言わなくちゃいけないことがあった。ごめんなさい。まず、そもそも。不平路どうやって見つけるんだって話があります。<laughs> 今なんか、この例では、なんか、目の子で、目の子でっていう、あの、なんか、じーっと見て、こういうふうには不平路ありますね、ありませんね、とかって言ってたんだけども、これなんかその、アルゴリズムで、なんかプログラム書こうと思った時に、この不平路を見つけるっていう部分をなんか、ルーチン化して、サブルーチン化して、なんか、書く必要があるわけです。 それで、その、目の子でやりますよっていうふうにはまあ言えないわけです。プログラムにおいては。で、しかも、多項式時間アルゴリズムを作ろうと思ったら、この反復を何回繰り返すのかっていうことも重要であるし、その、各反復において不経路を見つけるってことを行わなくちゃいけないわけなので、この不経路を見つけるっていう部分も高速に行う必要があるわけです。で、これはかなりひじめいです。で、これは、 この講義の範囲を超えると思ってやってなかったんだけども、こんな30分ぐらいも余るんだったらやっておけばよかったというふうに、今反省した。で、反省したんだけども、まあ準備がないから何も言えませんということになります。ただし、一言だけ言います。不経路を見つけるというのは実は、最短の問題を解くということをするとできます。で、これは、ちょっと、ややこしい話で、えっと、世の中には、じゃこれこれで、これ10分ぐらい話そうかそうですかね。か世の中になか最短の問題っていうのがあるんですけども、 最短の問題では基本的に有効グラフがあって、その有効グラフは S っていう一つ頂点があるとすると S から各頂点に向かっていく最短経路の長さは何ですかってことを問うような問題だと思ってください。で、皆さんよくダイクストラ法っていうものを聞いたことがあるかもしれませんけども、ダイクストラ。 ダイクストラこれ人名なんですけども、ダイクストラ法っていうのは最短度問題を解くアルゴリズムなんですけども、これを動かすときには一つ重要な条件があって、何なのかっていうと、各個の長さが0以上じゃないとこれ動きません。で、今ここでやっている最短度って言ってるのは、この長さが負になる場合もあるので、このダイクストラ法をこれ使えないわけです。で、これ困って、 ちゃうんです。で、困っちゃって、お知ったんの問題を解く、もう一つ有名なアルゴリズムっていうものがあって、これも人名なんですけども、ベルマン・フォードのアルゴリズムっていうものがあります。ベルマン、これは、ハイフにしようかな。フォード、フォート言いましょうかね。というものがある。あって、これはですね、実は、えっと、LA、これが、でも、良いと <laughs> いうことになっています。ただし、 えっと、このビルマン・フォード法っていうのは、えっと、長さ、この長さがこであってもいいんだけども、実は最短路問題を解きません。<laughs> 何を言ってるんでしょう、最短路問題のアルゴリズムとか言ってるは解きませんってなんなんだろうこと <laughs> な,な,なりますけども、このビルマン・フォード法をやるのは実は何なのかっていうと、えっと、何なのかっていうと、えっと、次のことをします。何なのかっていうと、まず、えっと、不経路があったら、不経路を見つけます。 不平を見つけます。で、ない場合、えー、っと、最短の帳を返す。ってことをしてくれます。で、だから、 この、あの、ビルマンード・フォード法っていうのは、最短の問題を解くわけじゃないんだけども、えっと、不平路がない場合には、最短の問題を解きます。で、不平路がある場合には、不平路を見せてくれて、えっと、不平路を返してくれるってことをします。基本的には、先ほど、なんか、古代があったんですけども、古代出てこないですね。古代出したい。これですね。古代。この、 不等式が割と重要で、その世の中、まあ、知られている、えっと、最短の問題を解くアルゴリズムは、大体この不等式に依拠している。この不等式を使って解いているってことになってます。だから、この不等式が成り立たない場合は、まあ難しくて、実際に、えっと、一般的に、また戻りますけども、進みますけども、一般的に、この長さが、 この長さが負でも良い場合最、最短の問題っていうのは、いわゆる NP 困難な問題になっています。ので、多項式時間でま解けないと思われてるんですね。だから、多項式時間でやろうと思ったら、やれることが限られていてで、それでベルマン・フォード法っていうのは何をしてるかっていうと、解け入がない場合には最短の値を返すっていう、そういう話になっていて、で、嬉しいことに不経度があったら、不経路を見つけてくれます。ということで、 不経路を見つけるっていうのは、ベルマンフォード法を使えばらできるってことになります。ということで、で、ベルマンフォード法実はまあ何も言ってませんけど、これ多項式時間で、強多方式時間で動きまして、まあそれを使えば、まあ不経路は見つけられますねってことになります。ということで、まあ一応この不経路を見つけるっていうのは、その意味では簡単にというか、まあ効率よくできますねってことは一応ここで言っておきます。 で、これは時間がこんだけ余ったから言えているということで、だから本来はちゃんと準備しておきなさいってことになるんだけども、まあ一応、えっ、ー、と、補足をしましたと。で、もう、今この説明においてはまだ不平路としてどのようなものが出てくるのかっていうところに任意性があります。で、変なものを選んでしまうと停止しない場合がある。で、不平路の選択に工夫をしましょうって話があって、これは最大流問題の,の増加動法で、エドモンズカープのアルゴリズムのように、その、なんだっけ。 えっと、一番短い経路を選びましょうとかっていうような、その人間性を崩すような工夫をしましょうってうことをするわけです。で、その工夫の一つとして、よく本に書いてあるもの、と教科書に書いてあるものが、このゴールドバーグタージャンの最小平均経路消去法と呼ばれている、えっと、平均費用というものを最小にするような経路を常に選びましょうっていうものです。で、ここに書いてあるんですけども、 平路の平均費用とは何でしょうっていうふうに言ったら、まあこれ平路 C があったら、その平路 C に入っている個の費用、長さを全部足したのが、その、えっと、平路の,の長さでしたっていうふうに言ってたんだけども、その平均、つまりその個の数で割ったものを考えましょうっていうふうにしたのが平均費用です。平均長さだと思ってください。で、これが一番、えまず、えっと、 分子が負だったら、この平均費用っていうのもこれ負になります。で、えっと、だからこの、えっと、なんだろうな。不平路、つまりこの分子が負のような平路、C を見つけるんだけども、その中でこの平均費用が小さいところを見つけましょうと。だから、まあ、気分としてはあんまり長い平路は見つけないで、短い平路を見つけたいという気分,気分になると。短くてなおかつ、費用が小さい平路を見つけましょうという気になります。 っていうのが、この最小平均平路消去法と呼ばれているものです。この平均費用を一番小さくするような平路 C を見つけて、それを順番に消していくということをやるっていうのが、最小費用、あ、最小平均平路消去法です。ミニマムミンサイクルキャンセリングアルゴリズムですね。で、この工夫によって強他公式時間が得られるって話があって、これはちょっと、まあ、時間があってもそれできない。です。で、これによって強他公式時間、 アルゴリズムが得られます。っていうのが割と教科書に書いてある内容になってます。で、これはですね、これで味わい深い。いろいろ味わい深い。もう、味わい深い話がいろいろあって、もう、あの、味わい深さだけをまずお,お,お伝えすると、えっと、一つ目の味わい深さは、この平均費用を最小にする経路は見つけられます。多公式時間で。今日公式時間でかなり早く。 で、これは、実は、先ほどちょっと言った、ベルマン・フォード法をじーっと見ると実,実はできるっていう話があったりとか、他にも、二分探索的な方法でできるか,とか、いろんな方法が知られてたりするんですけども、これがこれでまず、奥深い。どのようにして、この最小平均費用の経路を見つけますかって話が一つあります。で、これはこれで、えっと、まあ、90分ぐらい講義できちゃうかもしれない話になってしまって、まあ、これはやらないと。 ということになります。でもまあ、事実としては、これが実は効率をよく見つかるっていうのが割と重要です、ということになります。で、もう一つ重要なのが、これによって、その計算量として強他公式時間のものが得られるっていうことが重要で、これは、まあ、そのエドモンズカープのアルゴリズムっていうものを最大流問題の時にやった時に、我々頑張ったわけです。なんか、あの、死に物狂いでですね、なんであんなに苦労をしてたんだろう。 ということを思い出しことになりますただし、そこでやってるのは、あそこでやると、えっと、この、えっと、最小平均平和消去法の時に考えるのは、最大流問題の時にやったものよりも、またちょっと難しいです。そのもう少し、なんか相対性というか、その簡略費用最適性とか、そこら辺の話をちょっと思い出しながらやらないといけなかったりすることになって、これはこれでまた大変な形になります。 で、えっ、ー、と、これだから、これ、強太公式時間なんですけど、実は、この最小平均費用最,最小平均経路、消去法は、えっ、ー、と、弱太公式時間の計算量を導くだけだったら、もう少し簡単にできます。で、実は、同じアルゴリズムが、強太公式時間でもあるって話になっていて、だから、この辺がややこしいんですよね。ここら辺がややこしくて、もうなんか、ちょっと、あの、説明すらできないんですけども、えっ、ー、と、 奥深いとしか言えないですね。はい。という形でですね、まあいろいろと言えない奥深さはあって、まあこういう、えー、っと、クオータ公式時間のアルゴリズムが得られてるんですけども、実は、その、えー、っと、この、まあ、なんだろう、この、えー、っと平均費用を最小にするような経路をどのように見つけるのかとか、あとは、えー、っと、その、なんか見,見つけたものをどう使っていくのかとか、その、えー、っと、いうところをいろいろと工夫して、あの、この、 89年の論文の後も計算量の改善があったりして、今一番良いやり方はもっと良い計算量が出てるんですけども、それはちょっと細かすぎる話なので、ここでは紹介しないということにします。いずれにせよ、この不平路消去法においては、まあ、不平路の選択に工夫を入れると、強他公式時間になりますということになります。で、これは、だから何を言いたいのかっていうと、 今、なんか、この講義の流れでは、えっと、なんか、いきなりですね、この、不平路消去法によって、強他公式時間アルゴリズムがあって、それによって、最小非用流問題が、強他公式時間で解けますってことを、まあ、知識としてお伝えしてるんですけども、この教他公式時間という計算量を、最小非用流問題に対して導くってことは、長らく時間がかかったんですね。その、もともと問題自体は、フォードとファルカーソンの、まあ、 研究があって60年代の後半ぐらいからこの問題はあったんだけども、えっと、この、えっと、最小費用流問題に対して、強科公式時間のアルゴリズムを作るっていうのは長らく未解決で、それはこの,この80年代、 になるまで、まあなかなかできなかったということになります。で、この今の話の流れでは、この不平路消去法の、この最小平均平路消去法によって、教他公式時間ができますよっていうふうに言ってるんだけども、これよりも前に実際は教他公式時間アルゴリズムが作られて、作られてます。ただ、そのアルゴリズムは非常に難しくって、私も知らない、説明できない <laughs>、いうものになっていて、で、まあそれに比べて、この最小平均平路消去法は、まあ一応、 こういうものですよっていうアルゴリズム自体はまあ説明できるぐらいのものになっているので、まあちょっとここでご紹介しているということになるんですけども、歴史的にはこれよりも前に、あのタルドシュという人がいて、その人が一番初めに最小費用流問題に対する教他公式時間アルゴリズムを作ったと。 という、まあ、歴史があります。で、実際、この計算量、強多公式時間の計算量を導くときに、そのタルド氏シュが初めに示した強多公式時間アルゴリズムのアイデアを使って計算量解析をしているというところもあったりして、いろんな歴史はあるんだけども、事実としてお伝えするのは、最小氷流問題は強多公式時間に解けますよということになるということです。はい。 で、無駄話をだいぶしたので、えっと、最後の無駄話というか、えっと、授業の中での一応、用意したものの最後の部分を言います。一応、不平和消去法は、相対、えっと、相補性定理の観点からはどういうふうに見えるのかってことを言っておきます。相補性定理なんだとかっていうと、まあ、その典型計画において、えっと、その考えている、 会のようなものが最適解であるための必要十分条件は、出居要請と相追許要請と相補正条件っていうものを全て満たすことですよっていうふうに言っていたというわけです。で、不計の消去法はどういうものかっていうと、この B 流っていうのをずっと保持してます。だから出居要請はずっと保持しているわけです。で、えっと、 補助ネットワーク考えますよっていう部分は、まあ、この相補性状況を考えながらアルゴリズムを動かしているということになるというふうに思ってくださいということになります。だから、まあ、気分としては、出教要請と相補性はずっと考えていきますと。で、最終的に、経路がなくなった時点で、なんか、ポテンシャルが突然現れてきて、そこでなんか相追求要請が出てくると。 いうような形のアルゴリズムになっているということになります。で、でそれで最終的にこの3つの条件が満たされるので、双方性定理からあ最適化得られてますねという形のアルゴリズムになっているというふうに思ってほしいわけです。で、まあ、そのこともあって、この不平路消去法は、このなんか、主許要請を主にして、主に設定が、に基づいて動いているアルゴリズムなので、主アルゴリズムというふうに呼ぶことがあったりします。 プライマルアルゴリズムですね。で、そうすると、今、相互性定理は3つのものが満たされれば最適だっていうふうに言ってるわけで、不平路消去法はそのうちの2つを満たしておいて、あと1つを満たしに行くんだっていう話になってるというふうに思うと、他の可能性もありますのよねっていうことになってくるわけです。つまり、なんか、 えっと、相対許容性と相補性を満たしたまま、主教性を満たしに行くようなアルゴリズムもあり得ますよねっていうふうに思うし、もしかしたら、主教性と相対許容性を満たしたまま、相補性を満たしに行くようなアルゴリズムもあり得ますよねっていうことになったりするわけですね。で、最大流問題の時には、そのプッシュリラベル法って話をして、その時には、えっと、相対許容性と相補性を満たしながら、主教性を満たしに行くっていう話をしていたわけです。で、そのような話が、 最小表示問題でも今後出てきますということになります。で、それが、ま、次回の話につながっていって、次回は、あ、ま,あ、まず今回、今回は、不平路最適性条件と、そこから、あの、自然にいられる不平路消去法の話をしましたと。で、次回、オンデマンドになりますけども、生活と最適性条件、アルゴリズムとしては、生活と消去法というのは、またこれも自然に浮かび上がってくるということになりまして、で、これは、 不平,路最適不平路消去法が主アルゴリズム、プライマルアルゴリズムであると言えるんだったら、この性カット消去法はデュアルアルゴリズムになります。相対アルゴリズムになります。だからその相追の方に着目して動かすようなアルゴリズムになっていくということになります。で、自治会やるのは何でしょうってことは、また自治会の時に話すことになるんですけども、これもその相互性、 定理の枠組みから捉えることができるような形の話になっていきますで。そういう意味で、この講義、この半年間は、その線形計画法の視点がどのようにアルゴリズムの視点に移されていくのかってことを話したかったっていうことなので、その相互性の視点をあの重視しております。という観点で、次回、次次回の話があるというふうに思ってくださいということになります。はい。10分ぐらい余ってしまいましたけども、ちょっと今日は 授業の仕方があんまり良くなかったかもしれませんけども、まあ、それは置いといて、今日はこれで終わりになります。はい。では、えっ、ー、と、残った時間は、Google Classroom の方から、コメントの投稿をよろしくお願いします。はい。では、今日は、全部録画も落ちることなく進んだのでよかったと思っています。では、今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。